皆さんこんにちは。今回はマレーシアの高校卒業資格が日本でどのように認識されるのかっていうことと、またその逆の日本の高校卒業資格がマレーシアでどのように認識されるのかということに関してご説明したいと思います。そしてそれに関して高卒認定試験というものを皆様にご紹介したいと思います。最近マレーシアのインターナショナルスクールに留学したいっていう方が非常に増えてきており、視聴者の方の中にもそのための情報を集めてらっしゃるっていう方がおられると思います。海外での生活をしたことがある方で、すでにマレーシアのインターナショナルスクールに子供を留学させられるほどの方であれば、おそらく日本の教育システムとはすでにお別れを告げているかもしれません。でも、今からマレーシアでの留学について考え始まっているっていう方にとっては、もし子供がインターで失敗したらとか、そういった悩みから簡単に割り切って留学に踏み切れないっていう方もいらっしゃると思います。その割り切れないことの一つに、マレーシアに多くあるイギリスの教育制度っていうものがあります。イギリス式の教育制度っていうのは、小学校は6年、そして中学校5年となっていて、日本でいうところの633で当てはめると、高校2年での卒業となります。そのため、インターの高校を出たんだけれども、その先が続かなくなって日本に帰国するような場合、日本では高校を卒業したことにはならなくなってしまう場合があるわけです。また何らかの理由でインターの中学高校の途中に日本に帰国しなければならない場合、あまり言いたくないですけれども、金銭的な理由とかインターで落ちこぼれてしまったとか、そういった理由で帰国をせざるを得ない場合、下手をすると日本でいう義務教育が終了していないとみなされてしまうことすらあるわけです。私はこういった悩みからではないんですけれども、我が家ではいろいろなことがありまして、子供たちに日本の文部科学省が行っている高校卒業程度認定試験という、昔内検と言われていたね、この試験を受験させて、その資格を取らせています。高校卒業程度認定試験は高卒認定試験というふうに呼ばれていて、この試験に受かると日本での高校を卒業したものと同じ資格が得られるという日本の国家試験のことを言います。日本で高卒資格を得るためには、全日制とか通信制の高校を卒業するっていう以外に、この高卒認定試験に合格するっていうシステムがあります。高卒認定試験は、主に日本国内で大学を受験するとか、公的な募集や採用条件において、高校卒業と同じであるっていうことを証明するものです。高卒認定試験の受験資格は16歳以上か、中学を卒業している15歳の人が受験できて、年齢の基準に達しているものならば、日本の中学校を卒業しなくても受験資格があります。外国籍の方も受験できます。ちなみに私の子供たちは15歳や16歳で合格しています。試験の内容は後ほどご説明しますが、一般的に昔から考えられている大検のレベルやイメージとはかなり異なっていまして、16歳で合格するレベルに達することは十分可能になっています。試験問題は母国語である日本語で出題されるために、マレーシアに住みながら高卒認定試験の準備を行って、マレーシアでの留学が万が一こけた時の滑り止めっていうのであれば、合格しておいて損はない国家資格だと私は思います。高卒認定試験の試験科目は8科目から10科目あって、選択教科によって科目数が異なります。問題はすべてマークシート方式で、数学の一部に計算結果を数字でマークするものもありますが、そういうことで全てマークシートになっています。選択問題はだいたい4択と考えてください。合格点は100点満点でだいたいですね、40から50点となっています。受験ではすべての科目を一度に合格する必要はなくて、一度合格した科目は受験する必要がありません。そして試験は年に2回ほど行われますので、結構早いペースで合格することができるはずです。さて、気になる試験の難易度ですが、これについてはケースバイケースとなっています。これはどういうことかっていうと、高卒認定の合格証明書には合格したとしか表示されないんですけれども、その合格した時の試験の成績証明書の取り寄せっていうのが可能で、合格した時の合格ランクが分かってしまうんです。通常日本の大学受験とかでは学校側っていうのは成績証明まで要求していませんが、万が一どこかで要求されて、それをもとに何らかの審査が行われるとしたら、やっぱし合格点は高い方がいいわけです。このために各教科を A ランク合格するのか、それとも合格だけすればいいのか、どちらを選ぶかで試験の難易度はケースバイケースとなるわけです。
各科目の試験は不合格ならば受け直せるんですけれども、合格の場合は再度の受験ができません。このために良い成績で合格するためには一発で高得点を狙わなければなりません。一発で全て満点合格を狙うとしたならば、センター試験で最低でも700点ぐらいの学習内容っていうものが必要となりますので、16歳の生徒にしてみると相当な勉強が必要となるわけです。しかし、もし最低点での合格で良ければ、あんまり深く考えることはないと思います。先ほども言ったように、4択の問題が出て、最低合格点が40点ですので、まあ、大体皆様ご想像がつくと思います。いかがでしょうか？これから留学を考えておられる方のほとんどは、最悪の事態を想定されていないと思いますが、もし高卒認定試験に興味があるという方は、文部科学省のホームページに過去問題が掲示されていますので、試しにそれを解いてみてください。それでわからない問題は鉛筆を転がして解いてみてください。何点取れるかが大体わかります。さて、高卒認定試験というものがどういうものかはもうお分かりになったと思いますけれども、マレーシアの留学を考えている方の中には、高卒認定試験の合格証でマレーシアの専門学校、ディプロマコースね、そういうところに留学したいとか、日本の高校に所属しているけれども飛び級でどっかの大学に入れないのかっていうようなことをお考えになる方もいらっしゃると思います。これからこのことについてのお話をさせていただきます。マレーシアの高校卒業年っていうのは、日本でいう高校2年に当たるわけですよね。これをフォーム5と呼びます。中学3年高校2年だからフォーム5っていうわけですけれども、マレーシアは日本でいう旧制大学と同じ制度ですから、基本的に大学予科に1年過ごします。ということはフォーム5プラス1ですので、予科終了はフォーム6ということになります。このことから、マレーシアは日本の高校を卒業した生徒に対して、つまり3、3で6年した生徒に対して、フォーム6、つまり大学予科終了ということで扱いを行います。この学歴の認証というのは、MQA という組織で行っているんですけれども、MQA でフォーム6と認証されるのは、高等学校卒業証明書というものを持っているものとされています。このことから、日本で高卒認定試験に合格しても、マレーシアではなかなかフォーム6と認定してもらえないわけです。実は私の子供たちは高卒認定試験の合格だけじゃなくて、マレーシアに住みながら日本の広域通信高校を卒業しています。その卒業証明書を MQA に提出したんですけれども、そうしたらフォーム6が認定されました。それで私の子供はその後、ディプロマコースに入学しています。つまり、日本での高校を卒業して卒業証明書をもらわないと、マレーシアの専門学校も大学も入学するっていうことは難しいっていうことになるわけです。さて、最後に今ちらっと言いました。マレーシアにいながら日本の高校に入り、卒業する方法、これについてご紹介いたします。日本には広域通信制っていう高校があって、学校によっては海外から授業を受けられるコースもあります。もし住民票を日本に移せるのであれば、高校の学費は日本の政府からの補助金が受けられますので、結構安く済ませることができます。今日本では広域通信制学校はかなりたくさんあります。その中から条件に合った高校を選んでいくわけです。高校によってはスクーリングが全寮制のところもあり、単位を取るまでスクーリングでフォローしてくれる学校もあります。私の子供たちの場合、スクーリングが全寮制で年に一度で通学が終わらせることができる高校を選びました。学習の方法としては、課題のプリントが与えられて、その問題を教科書に従って自分で解いて提出します。任意のレポート提出もありまして、この場合は指定された教育番組をインターネットなどで見て、内容や感想などを書いて提出します。この任意のレポートを提出することによって、スクーリングの期間を短縮することができます。子供を卒業させての感想なんですけれども、1年に一度の全寮制のスクーリングね、これはとても良いね、日本人の世界の勉強になりました。広域通信高校の場合、高校中退者の再入学者も多くて、人生の挫折を味わった立派な若者が多くいるようで、私の子供たちは今でもその人たちとの関係を大切にしています。高校で提出するレポートというのはそんなに難しいものではありません。そして年に一度一時帰国して、その全寮制の学校に通って、日本ではこんなことを学んでいるのかということを知ることができるいい機会だと私は思います。今回の動画は以上となります。高卒認定試験、
広域通信制高校、この2つについてはインターネットの検索でいろいろ情報が出てきますので、ぜひ検索してみてください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、高評価やチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回もお会いいたしましょう。